ギュンターグラス、ギュンターグラス、ガンターグラス、1927年10月16日から2015年4月13日は、ドイツの小説家、劇作家、版画家、彫刻家、代表作に、ブリキの太鼓など、1999年に、ノーベル文学賞受賞。ギュンターグラスは、ダンツヒ、ゲンポーランドのグダニスクで生まれた。父は、 ドイツ人の食料品店主、母は西スラブ系少数民族の歌集ブ人。当時、ベルサイユ条約によりドイツから切り離され、国際連盟の保護下に形式上独立国だったダンツイヒジユ氏でドイツとポーランドをはじめとする様々な民族の間で育ったことが、その後のグラスの作品に大きく影響することになった。15歳で労働奉仕団。 空軍補助兵を務め、17歳で武装親衛隊に入隊した後、敗戦を迎え、米軍捕虜収容所で半年間の捕虜生活を送る。その後、デュッセルドルフで彫刻家、石膏として、生計を立てながら美術学校に通い、詩や儀曲なども書く。1958年には、朗読による作家、批評家同士の作品発表の場、47年グループ、 で才能を認めれ、1959年発表の長編小説、ブリキの太鼓で一躍有名作家となった。作家、評論家とも活発な交流を持ち、グラスを高く評価した著名人に、ウーベヨーンゾンやマルセルライヒラにつき、ハンスヨアヒムシェートリヒなどがいる。政治家とも交流が深く、後のビリー・ブラント政権で、大倉大臣、経済大臣を兼務したカール・シラーが、 西ベルリン市経済大臣を務めていた当時、1966年に税金を追加請求されてしまったのだが、西ドイツの記者のインタビューに答えるのは死のためでもあるので、これを労働時間とみなして3年前に遡り、3万、マルクを基礎控除してほしいという私的な請願書を送ったこともある。朝日新聞社、ロンザ2007年1月号。 その作風は非現実的なきっかいさと詳細なデータに裏付けられた現実性の両方が同居する得意なもので作品の発表ごとに物議を醸している。その一方でドイツ社会民主党の応援など積極的な政治活動でも知られている。1990年のドイツ再統一の時にはドイツは文化共同体としてのみ統一を持つべきだと政治的統一には 鉄道鉄尾反対を唱えたことが大きな議論を呼んだ。1999年にはノーベル文学賞を受賞した。また2002年に起こったアメリカのアフガニスタン侵攻を文明にふさわしくないとべ、武力をもって武力を制するやり方を批判した。2006年8月12日、17歳の時にドレスレンでナチ党の武装親衛隊に入隊していた過去を自ら明らかにして、 大きな波紋を読んだ武装親衛隊所属の告白説で口実。主な作品にダンツヒ三部作といわれるブリキの太鼓、猫とネズミ、犬の歳やフェミニズムお料理と歴史から描いたひらめ二十世紀の百年それぞれに一話ずつの短編を連ねた私の世紀などがある。カニの横歩き二千二年では百四十五年の ビルヘルム・グストロフ・ゴー事件を題材にし、同避難船上で生まれた父と、ネオナチであるその息子を描いている。2014年1月、小説の創作活動からの引退を表明した。2015年4月13日死去。87歳坊津。78歳を迎えた2006年8月、自伝的作品、玉ねぎの皮を剥きながらにおいて、 第二次世界大戦の敗色の恋1944年11月、満17歳で持って、志願の許される武装親衛隊、陸軍、海軍、空軍は、義務兵年齢に達していないと入隊できないに、入隊、基礎訓練の終了を待って1945年2月に、ドイツ国境に迫るソ連軍を迎撃する、第 10SS 装甲師団に配属され、同年4月20日に負傷するまで、 戦車の奉仕とし、勤めた過去を数ページにわたり記述した。同月11日付日刊紙フランクフルター、アルゲマイネのインタビューでこの記述を事実と言明した。この言明はドイツ国内に大きな波紋を呼び国際的に広く報道された。大手ニュース週刊誌、デアッシュピーゲルも同15日付で米軍文書からその事実を確認したと報道している。 自伝は、注文が殺到したため、交換予定を前倒しし、同16日、ドイツ、オーストリア、スイスで出版されたが、ポーランドの元大統領レフ・バウェンサ、レフ・ワレサや、与党法とマサヨ氏が名誉市民称号返上を求め、グラスの出生地グダニスク氏から、説明要請を受けている。また、ドイツのグラビア週刊誌は表紙に、グラスの顔写真と新鋭大兵士のイラストを並べ、 モラリストの失意と見出しを経営。大衆シュビルトはノーベル賞を返還すべきだと主張するなどマスコミから強い批判を浴びた。報道によれば、分断、歴史学者や政界で賛否両論が飛び交ったとされているが、ドイツ国内におけるテレビ世論調査によれば7割近くはグラスへの信頼を表明、主に批判側に回ったのはグラスが一貫して支持し続けた。 社会民主党と対立する、キリスト教民主同盟であったとする指摘、ニュース専門テレビ NTV の世論調査によれば、ノーベル賞の自主返還すべきだとする意見も3割にとどまっている。戦後60年以上の間、この過去の告白を拒み続けたグラスは、それでもその主には、決して軽減されることはなかったとその時点に記し、また、隠していたことを誤りであったと認めている。 問題の火種となった自伝は8月下旬からベストセラーとなり出版部数は20万部を突破しポーランドでは批判が収束しているがグラスは一連の抗議を懸念して12月に予定されていた国家間和解に貢献した人物に与えられる国際掛け発祥の受賞を辞退している取り沙汰された名誉市民の称号もグダニスク市議会は剥奪の決議案を取り下げた 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。